大阪平方市の黒子エリッチーさん。先週はアンジェラさんのコメントが始まると思いきや気象情報が、なんでこのタイミングでと思いましたが、そこでふとあることが脳裏をよぎりました。うん、それは、本物の気象情報と違くて。違くてアンジェラさんが仕掛けたドッキリではないかと。はい、ああ、なるほどね。 そして、はいはい、あの気象情報を読み上げていた女性は、ラジカンのアナウンサーと違くて。違くて。実は、厚子さんが声色を変えていた。<laughs> なるほど。そう考えれば、あのちょうどのタイミングで気象情報が入ったのも合点がいきます。あれは、アンジェラさんが仕込んだものだったんだ。そうだ、そうに違いない。いや、そうに違くて。<laughs> あれ日本語がおかしい。<laughs> <laughs> それぐらいタイミングがね、続いてはアンジェラですって言った途端に入るぐらいの勢いだったんだよね。ね、うん、本当に。ね。ねあれはちゃんとした気象情報ですからそうでございます。ね。<laughs> はい。失礼いたしました。たししたぜひあの、<laughs> ラジコで聞いてくださいね。どうしても気になる方は。<笑><笑> <laughs>